超能ネットワーク、ぜひご覧ください。アイアン超能、カモン。あとブッチャー、ブッチャーのところも、大地くんがいた女の子2人、はい、で確かに下の子ももうそろそろ高校卒業できるぐらい。もう久しく見てないな。だから和美ちゃんはねすごいなと思ったね。あの3人の最後亡くなってから、子育てしたから。だから橋本家が俺が知ってるのはなんか家に帰ってなんか浮気かなんかバレて、それでちゃぶ台っていうか机をかかと落としてぶち壊したって知ってる。マジで知らないそれ。いや俺に言ってきて、いや長ちゃん俺昨日さって家で頭きてあんまりしつこく攻めてくるからどうしたんだって、いや浮気がバレてるとそれで自分が悪いんじゃないかっつって。大ちゃんがまだ幼稚園生ぐらいで2人がまだちっちゃい、本当にちっちゃい女の子、パパはかかと落とし一発で机を爆殺したってすごいって言って、あ、すごいっていう方に言ってる